さあ、今日の黒谷のゲストは川田ひろみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。子供さんも2人生まれまして。そうなんです。じゃあ、生まれてスーツ生まれた？いや、2年空いてるんですけど。あ、2年空いてる。上がもう2歳です。それ計画的なやつですか？いや、そこまで考えてはなかったんですけど、まあ、2人欲しいなっていうのはあって、で、まあ、たまたま2年空いたっていう感じ。で、一番初めの子は男の子やろ？男の子で。で、次が？女の子。あ、うまいこと産み分けるね。本当にもう、なんか。楽しそうですよね、どっちも育てられるとね。だからまあまあ、川田が、だから、はい、あれ、入社したのは何年ですか？2006年。はい。ほんでね、僕がね、よく行ってた、まあ今も行ってるのお寿司屋さんに。そう。なんかね、あれ誰？森さん？森さん、関西でおなじみの読み出る、元読み出るの森さんが、いてはって、はい、その横にね、まあ綺麗な女の子2人おったんよ。はい、で、森さんが、あ、黒田さん、おはようございます、みたいな、あ、どうもって言ったら、なんか今年入った新人の2人です、って言って、で、トラヤさんと、ほんで、川田と。はい。で、あ、どうも、いうぐらいのやったんや。うんうん、まあ、初々しかったですわ。今みたいな横島な気持ち2人とも全くないから。今もないですけど。ね。で、そうなんで、あそこで、まあ、僕らちょっと離れたんですよ、席。こう、カウンターのこっち側やったよな。角でね、こう、違うと、面、うん、そう。で、なんか、俺もちょっと彼女、その当時の彼女連れてたから。そうだったんですか？彼女連れとったから。見えへんかと思って。いや、一人で来てると思ってました。寂しすぎるやろ、お前。の親父だよ、あの、記者で一人で。いや、その記憶でしたわ。隣に、彼女が来てもいいと思いました。で、ああ、そうなんですか、ぐらいで終わっとって。で、まあ、はっきり言うてね、印象どっち深かったって言ったら、川田の方がすごい、目力がちゃうかったやん。もう、やったんぞ、みたいな。そんなことないでしょ。だって、トラヤって東北の子やったやん。はいはいはい。だから、どっちか言ったらまだ関西全然慣れてへんし、大阪慣れてへんし、なんか私なんて、なんか、関西でこの受けた時に、トラヤと、トラがついてるっていうのだけで、はい、受かったんです、みたいなことで、言い張ったんですよ。タイガースが、まあなんか、トラついてるから、なんか受かったんですって言って、だから実力もないのにって言った時の、トラヤさんがその言うた時の、隣におった川田の顔が、はい、何こいつなんかこびとんねん、みたいな。いいキャッチフレーズ持ってんだと思ってますよ。なんか、うん。ライバル心強い方ですよ、どっちか言うたら。それが、トラヤの方がギンギンですから。すぐ悪口言うやん。トラヤ、もうこれはトラヤの前でも言うてるから大丈夫です。あなたは、あれが強いと。トラヤもだってもうそんな読売が本命じゃなくて、他にも本命があって。うん、あ、そうなの。そうですよ。そんな、受かっちゃって私がみたいな感じ。本当はそうじゃない。本当はそうじゃない。でもその時になんか、それは多分、川田が分かってるか知らんけど、もう当時バンバンの匂いがもう、その熱で、はい、そこのあのお寿司が腐ったっていう噂が熱がすごすぎてもう食ってんで、あ、気強そうな子やな。でね、背低い子って大体な、あの女の人と一回で気が強い人やんか。背高い人はなんかどっちかというとおっとりしてて、実は低い子が可愛い思いながらものすごく気強いみたいな聞いたことあって、まさにそうやなと思ったんやけど、はい、トラヤの方がさっき仕事したんですよ、私。ナルトモっていう、うんうん、あの朝やってたやつで、はい、トラヤさんがおって、はい、で、川田はすぐにあれか、ミヤネ屋か。いや、最初はほんわかテレビとか。ロケ行ってたよね。そうです。まあまあ、それは新人。あの当時さ、はい、今も読売テレビトラヤおるやんか。はい、どっちが、その、まあ、なんていうの、その、ナルトモに入るはずやったの、うん、トラヤさん決まっとったの。いや、なんかトラヤは最初、報道で行くんちゃうかみたいな言われて、私バラエティでね、まあ、ぽいもんね。みたいな言われてたんで、最初トラヤがパッてナルトモ入った時に、うん、えってそれ思いましたよ。で、その時に、どういう気持ちだったの、はい、その、トラヤがその、行ったーみたいな。行ったなって、それはやりたかった。やりたく、めちゃめちゃやりたくて、もちろんナルトもやりたくて入りましたって言ってるぐらい。あ、そうなん。やりたかったです。やっぱ学生からずっと見てたから。でもそういうのってやっぱ外されんねや。もう全然自分のその意見とかないんで。その後だってミヤネ屋で、でも逆にあれやってたらミヤネ屋は入れんかったわけでしょ。多分そうなったで、ミヤネ屋で全国で、ね、まさかのまあ全国でパーッとミヤネ屋やるってなった時の前田メインやんか。はいはいはい、はい。それはどう思ったん？いや、私いいですって断ったんですよ。重いと。もう重いし、うん、いや、それよりもなんかその当時ブラマヨさんとの番組とか、うん、やってたやった。本話テレビもやってたし、バラエティ一色やったな。いっぱいやってたんですよ。そうそうそう。で、それを全部やめてミヤネ屋にって言われたんで、
いやいや、私は今のこっちが楽しいから別に報道やりたいわけじゃないと。そんな、あの、ミヤネ屋で全国にみたいな。ああ、そうそう、一回いいですって断ったら、なんか部長がえぇって断るのみたいな。全国やのに、お前何言うてんねんみたいなって。そうです、そうです。ほんでもうやれって、もうやれ、やれでした、それはもう。で、全部降りて降りたんですけど、一個だけブラマヨさんのだけ残してもらいました。そこやねん、そこや、そこでね、2チャンネルが、ほんで、あの、今5チャンネル言うねんけど、バッとこう燃えましてね、まあ、あの、その時に、確実に小杉とできてるという噂が立ったんですよ。これは私は知らないですよ。あの、そういう噂がうわっと立ったん、立ったでしょ、立ったでしょ。はい、あったような気がしますね。で、はい、未だにね、この前聞いたんですけどね、はい、その噂があるから、小杉の奥さんが、変わったがテレビ出てくると、消せって言うんです。いや、ほんとほんと、これガチガチガチで。いや、当時もそうなんですよ。当時もほんまに嫌われてたらしいんですよ、私。奥さんの、彼女、今彼女に。そう、当時は。あの時まだ結婚してなかったやろ。はい。あ、いや、だからほんと、その、意識切りに住んでらっしゃって、そう、当時ね。誰が？奥さんが。そう、地元一緒やねん、俺。意識切りなんですよ。せやねん、せやねん。だからもう、意識切り方面、ほんま、絶対行かれへんなと思ってた。めっちゃ怒、あの、そんなや気持ち焼きじゃないねんけども、小杉に聞いたら。はい。そんな、なんか知らんけど、変わったヒロミに関してだけは、だから、取る女やと。ちゃうんですよ。ガチガチで。ほんまに。これ以上噂が立つんやったら、本当の石切りで切った石で殴ったよ。石でゴンと行くってぐらいまでは、あの、言うてました。だから、例えば噂が噂読んだだけで。なんなんあれ、なんで俺知らんかったやつ。ほんまは、ほんまに二人っきりでご飯も一回も行ったことない。何にもないから、なんか、こっちも楽しかったんです。なんか、みんなが言ってくれてるのも。なんかこう、テレビ的にできてるとかやろ。あ、それ俺、これね、俺もね、文句もんっていうので、はい、ホラン千秋とできてるみたいなな、大体の言われんねん。はいはいはい、でな、こんなん嘘やない、絶対できてるね。できてるってなったらね、もう大体わかるというのはね、うん、あのね、ふっとした時に、ものすごい女の人が横におる男の人を、こう、うん、こう、本当にこう、なんて言うたらいいの、その、敬語取れんねん。え？男と女で。あー、敬語ね。ふっとした瞬間に。はい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 、はい。あれ？今敬語使って、ね、誰に言うてんねんとか突っ込むやん、はい、例えば「なあ」とかお前が言うたとしたら、はい、この俺のお前の番組やっとってな「はい、なあ」とか言うた瞬間に「おい何がなあや、うん、同級生か」とか「友達か」って突っ込むけど、はい、それがないのよ。これね、生ほんまにできてるやつもうね、生放送なんか特にもう如実にでね。ホランさんとそうやって言われたりしてんのも、うん、黒田さんがそういう噂自分で流してるの。誰がやねんお前、悲しすぎるやないかお前。やっぱそんな一つもないでしょ。いやしいからっていう。それはないか。だから勝手にあの大体2人で共演したりとかしたら言われるけど、でもその時吉田は言われんかったやろ。なかったですね。でお前がどっち付き合いな時にやっぱ小杉のとこにそうなるからや。違うんですよ、ほんまそれはもう簡単な話で、休憩時間に吉田さんはタバコを吸いに行く、うん、小杉さんは吸わないからここにいるっていうのは、うん、ずっと2人っきりになってたんです。なんかみんなタバコ吸いに行ってたんだよ。なんかそんなスタッフはおるで絶対。スタッフはおるよな。俺一緒にやってるとなんと、しかも当時読めるのも女子アナやろ、はい、女子アナと2人になることが、まあ、ないもうなんか深夜番組やったスタッフも少なかったし、なんかもう誰もいなくて、まあ別にそれは別にあってもいいやん、独身同士やねん、まあ、これはその時な、ね、別に仮面、それは別に今じゃない、今やったら問題やけど別に仮面やわけやな、はいはい、ね、なんでフリーになったんやそれで。で、フリーになる時はもう、うん、まあ宮根さんに相談したんですけど、はいはい、ちょっとまあ新しい挑戦とかしたいっていう、ね、局によったらまああんまり要件出られへんしみたいな。なんかなんでしょうね、局にいてできることっていっぱいあるんですけど、うん、まあ出たらさらにできるじゃないですか。まあいろんな他の番組、あ、そう、他の番組もそうです。これね、読売、あのね、読売テレビ関西で、読売テレビ関西テレビで、それを言い訳に出やすい。言い訳じゃない。山本博樹さんもそれやったもん。ラジオやりたいねん言うたかって、局にラジオないねん。そうそうそう。で、MBS と ABC はラジオあるから、やったらええやんってなるから、言われへんねん、他の言い訳から。だから、豊崎とかは言い訳できへんかったわけよ。でももう、変わったら、よくもう天下の報道やわな、読売テレビと、その関西テレビは、私昔からラジオやりたかったんですよって言われたら、うちないもんって言われたら、そうなんですよ、大好きなんですよ、この曲が、みたいな。一本もやってへんや、ラジオ。やれたんですよ、もう終わりましたけど。どこでやったよ。東京 FM。そんなん大体な、それはな、はい、ここの事務所もな、はい、まあ嫁を辞める時にそう言うてるから、はい、まあ東京 FM で2クールぐらいだったらちょっと、はい、もううちの事務所が金出しますわみたいな。いや、それはみんなそうやって。そうやったの。逆に自分から
ユニタン？もちろん最初から言ってましたよ。で、向こうからのオファーもあるやんか。セントフォースから来てくれっていうの。何なんでしょうね。その流れは聞いてないですね。だってセントフォースってあの簡単に言うけど入るの難しいで。みたいです。ほんまに、はい、友達も何人か受けたってことも全部落ちたよっていうの。いや、そう、本当に。だからトントン拍子行ったわけでしょ。最初だけですよ、でも。でもそれはやっぱりミヤネ屋っていうのがあって、もう言うたらそこでプレゼンできてるからでしょ。その関西ローカルだけでやってたら、なかなか今みたいに TVer とかあるわけじゃないからさ。はい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 、そう考えたらなんですかね。もうでも契約の時に初めからこんだけのもんあるというのは決まってるんですよ。ゼロゼロ一切ゼロです、本当に。何から、ね、一番初めのフリーの仕事と一番初めは何？一番初めはグルナイの。もうめっちゃもう用意されてるやん。なんやねんそれお前。それはあかん、グルナイなんかお前全国ネットのお前ゴールデンやんか。そりゃそうですよね。そんなあかんやんか。でも用意はされてなかったんです、本当に。オーディション受けたわけちゃうやろ、はい、いやそれはお前テントウォーズがバッとじゃあ打ち込でいかんとグルナイなんか俺でも出えへんのよ。それ黒田さん無理です。同じ吉本やのに。それはあかんわ。で、そのほんならグルナイの出て、そこでまた結果残して、はい、今のにバーって行って。ちょっと打つです、ほんま最初。ちょっと。でも結局やっぱりこうやって、なんか大阪の番組に呼んでもらえてるっていうのがやっぱ嬉しいから、だからこっちにもちゃんと帰ってきて仕事をしたいわけなの。みんなそうやって言うけどな、実質は軸は東京なんよな。いやいや軸大阪ですって。そんなことないやん。なんか番組で見てるね。いや、この前お前のやつで俺 VTR 出演したけどさ、 ありがとうございます。あのなんか番組出たけど、そうそうそう、大空民謡や、はい、あの桃子さんの、はい、桃子さんので、どんな人ですかみたいなこと言うからね。で、大阪おる時は大阪がめっちゃ好きなんですって言うて、東京出た時な、東京ローカルとか東京の時はもう噂で耳入ってんけど、はい、やっぱり大阪から来る東京って華やかなんですよねみたいな感じで言うから、おいおいと、もう本当になんか代官山でお買い物したとか言ってる。するでしょよ、買い物ぐらいさしてください。お前はお前ハイハイタウンかなんなんだろう、この2連発やってないか。お前よう言うわ、そんなおしゃれな代官山って。好き、どっちも好き。ハイハイタウン、上本町からお前ハイハイタウンね、ハイハイタウンだよね、なんなんタウンとか。そんななんなんタウンで靴下ばっかり混んでたって噂やねん。靴下はあそこが一番安いです。そっから南海電車、お前サザンも乗らんと準急乗ってお前泉大津まで帰るみたいな。それがなんかね、なんか大きなんで。だから今もそれが好きなんで。でも偉いなと思ったのは、はい、あれやね、旦那さん大阪やろ。大阪なんですよ。これはね、あの有言実行したの。僕はあのロケいつもあの川田一緒に行ってたから、はい、ロケバスでよう喋ってたから、はい、まだ結婚しなくて、で、なんか、東京、今やから言うけどね、東京のね、まあ俺に合わせてくれるか知らんけど、東京の男って死ぬほど思んないですよ、とか言うのよ。で、何が思わない、コンパとかないの、コンパとかあったら、いや、あってもね、めっちゃ生きっとるんですよ、とか、ね。そこ言ってましたけど。まあ、そんなに なんか食べる時もなんか炒めしとか、私炒めしなんか全然好きちゃうの。好きですけど。泉大津の人間からシャコとか出ない。シャコとか言いながら言ってて、ね、お前な、大阪がいいぞ、大阪の男がいいですわって言うから、俺結構まだしてなかったんやけど、はい、お前俺にそんねんってね、言うてる、お前仕事増やそうと思って俺そうやって困ってるかもしれんけどな。どうせ東京行ったフリーの女子やななんてな、うん、もう大体会社の役員、東京のな、うん、でまあ不動産の社長、はい、なでディレクター、はい、ディレクターでもまあまあキー局のですよ、外注じゃないですよ、もうキー局の直のディレクター、プロデューサーなんの間違いなし、ね、ね、これも間違いないですよ。であの芸術肌のカメラマンね、大体 ね、まあ、要はあんのが、まあ、野球選手とかサッカー選手とか、はい、もう決まったら、はい、お前そてってそないなんねんって言うたら、はい、ほんまやったよなと。そうですよ、大阪人で、大阪人です、大阪人で、大阪人、あのミュージシャン、はい、あれでしょ、作曲家、CM 作ってね、はい、木田太郎。ちょ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 、作曲家は木田太郎先生しかいないわけじゃないですからね。もっといますから。それは公にしての、この CM のあれとか、いや CM 曲とかはほんのちょっとしかやってないですけど、うん、もちろん有名な人もあります。だ誰よ、例えば。いやジャニーズとかです。うわそれすごいやん。やるし、なんか、うん、テレビの番組の BGM とかそういうのもやるし、だから結構広いです、幅は。ねえ、どっちが高いの。そほんまに聞く人いるんですね。いやいやいや、どうよ、聞きたいよ。それは言われへんということはもう言えないって言ったら旦那ですよ、言ったら絶対旦那先言うやんか、はい、だからもうこれでも決定しました、もう変わったの方が高いです、はい、ええやないねん、だそうやわ。まあそう思っといてください。いやそうや、そりゃそうやわ、だってそれはそうやですわ、だって
あの言うてもあの和歌山の銀行の CM やってるもんな、はい、ありがたいですね。企業銀行最近やってるかや。ずっとやってます。あれ腹立つで、なんか習字ついて、あの可愛い子ぶってくれる進みあれなんやねんみたいな。あれあれはあれですか、わざとか、あれ演出か。いや、もちろん演出ですよ。あ、演出だったらまだ俺自分でやってんのかな。そうそうなんか八つ丸涼子がこうセーラー服の機械にここに当たって、あれあれあの演出じゃなくて、勝手にほんまに瓶が飛んで、血がたまたまあのカリカンというシーンにビーって、ほんまのほんまの血が出て、だからこいつあれ見て絶対そうやって言って、ここにもつけといて、腹立つわこのガキと思いながら。あざとさって言うたら、もう関西のもうね、あのフリーアナウンサーでやってて一番あざといからね。ほんまもうこれ見てる人多分黒田さんのこと信じないから大丈夫だと思いますけど。俺は嘘じゃなくて、俺はあのマネージャーのスギちゃん、はい、お飯も行くし、はい、もう確かに仲いいですよね。そうそう行くから、はい、で聞いたよほんまに、はい、川田ってあんこ好きあんこ好きって本出してるけど、はい、俺あんまあんこ食べてるとことか俺ロケとかで見たことないねやんかって言ったら、スギちゃんも、はい、僕もないですね。あるわ、ありますよ。もう絶対うつやん、あんこ。ありますよ、体のほとんどあんこでね。もうこれもこれも、ほら、川島直美さんのな、体の半分は私のワインなのっていうのをパクって、私の体の半分はあんこなのか、字間違えてうんこなのだなって、えらいことになってもったら、コーラックあげましょうかみたいな感じで。まあまあ、これでもうほんなら復帰し、もう完全復帰できるんですか、まだ血の見事というか。もうでも復帰しました。いや、どうすんの、この仕事。だから、今は旦那さんに見てもらったり、あと、おばあちゃんとかもちょっとね。どっちのおばあちゃん、お旦那さんの方のお母さん。あ、こっち、東京来られてんの、東京に来てもらって、来てもらうの、来てもらったり、そうなんです。その、よう言うじゃないですか、嫁姑みたいなのはないですか。大体もともと復帰強いやんか。良好、いや、めっちゃ。良好ではないって。良好ちゃん。今んとこはね。良好なんですけど、うん、こうやって、その黒田さんが発信してる、これもそうですし、チャチャ入れとかもそうですし、お母さん見られる環境にあるので、大阪おるから、はい、だから頼みますよ、ほんまに、ほんまに、ね、いやこれが、これが関係に亀裂をもたらすかもしれないから、変わったな、やっぱり、はい、あの別にな、本当は夫婦仲良くても、本当は姑姑姑姑姑が仲良くても、これええねんって、はい、ただやっぱ関西のバラエティに出るんやったら、はい、やっぱりその幸せいっぱいは。はい、誰も求めてないねんって、やっぱりどっかで揉めといてほしいねんって。いや、そんなことないでしょ。どっかで嫁ってたら上沼さんかって、やっぱり言うたらもう嫁姑の話するやんか。だから変わったもん、やっぱカードで。いや、例えばどうですか最近あの夫婦生活はあったら、いや、めちゃめちゃ幸せなんですよ、うん、もうトーク続かへん。いいでしょ別に。いや、それやったら、いや、それが実は旦那とはいいんですけどね。いいでしょ。私が結婚した時もずっとそれ言って、幸せやで、うまいこと言ってますって言ったら、おもんないわ。いや、おもんないから。俺はお前のためを思って言ってんだ、こんなん。いいいや、本当は幸せやったけど、やっぱりこうカードはやっぱりね、どっか。いりませんって、そんな。なんかもう、浮気、旦那が浮気とかそんなやったらあかんから、嫁姑はおもろいって。前も言うてたやんか、だから泉大津なんですよ。まあ大阪の方では、あの、南の方ですわ、彼。で、ね、旦那さん、市内。美濃。美濃やね。ここを出せと。いやいやいや。だから奥さん、あの、お母さんがね、もうずっと、なんかバーッとか一緒に粗相したらね。はい、はあ、やっぱりダメあかんわ、あの緑の電話、電車は。カエルみたいなあの電車乗って行くから、あんな何年とかね、だからね。やるやんか。言いませんから。うちはあのチョコレート色やから電車が。阪急はね、阪急と南海のそっちが言いません。そういうの言うたっていうことじゃ面白いやんか。ないんですもん、だってその作れや、嘘でもええやんけ。見てるよ、てのにお母さんが。これは今年 の、 あの最後に聞きますけど、はい、まあ、今年か来年をアップするかちょっと分からへんけども、はい、新たな挑戦とかないんですか。新たな芝居するとか女優なるとか。そうです、ね、田中みな実ちゃんとかお前も今言ってるやん、女優。あの仕事はもう十分させてもらってるんで、うん、いいお母さんになれるようにやっぱ一歩一歩。そんなんちゃうかったやん。しょうもなくないでしょよ。そんなんちゃうかったやんか。主婦力上げる。いや、またもう、まあ、待たれなると思って。お前、神田愛花ちゃんなんか、この前聞いたけど、むちゃくちゃおもろいこと言ってたぞ。神田さんはめっちゃおもろいから。なんか、あの、今やからはっきりあの言いますけど、はい、スッキリっていう番組で、はい、お尻浮かして、へいしてました。
もう負けるでお前どんどんお前に東の人間がおもろがってきてるぞ。勝てない。すいません。ほんならまたあの今年も一緒仕事しましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。